はい、どうも。今回はですね、高市早苗のところにですね、脅迫状が届いてるんですけど、結構前の話なんですけど、いつ頃だろう。8月中かもしれないし、9月の頭ぐらいかもしれないですけど、脅迫状が届いてるんですね。ちょっとどんな内容かちょっとわかんないですけど、ふざけんなみたいな感じですかね。知らないですけど。お前があれしないとあれしちゃうよみたいな。国葬の話かな。だけどですね、高市早苗さんはですね、被害届は出さないそうです。でですね、これはネットの人の意見なんですが、被害届を出してしまうとですね、ちょっとうるさいな。被害届を出しちゃうとですね、警察行ってあれやこれやですね、被害出す方もですね、何かしないといけないんですよ。で、なんだろう、手紙かなんかなのかな。で、犯人逮捕も多分おそらくできないし、多分ですね、国会議員なんで、他が解いても守ってくれますし、っていうので、被害届出してもですね、マイナスが大きすぎるんで出さないんでしょっていう、ネットの人の判断のようです。痛い腹を探られたくないからね。統一との関係とかね、これなんでこれ届いたと思いますかって、いや私が信者だからだと思いますとかですね、例えばですよ、そんなことも言いたくないわけなので、その警察官もですね、守秘義務みたいなものはあるでしょうけど、お酒飲んだ時とかにね、高市があれかよ、やっぱ統一だったんだよとかね、言っちゃうかもしれないでね、とかね、ちょっと言って、今のは冗談ですけど、はい、今回はね、高市早苗さんに脅迫状が届いても、ちょっとはっきり分かんないけど、被害届は出さないそうです。はい、今回は以上です。